みんな知ってる？また嘘つくの？まだ何も言ってないよ。じゃあ何よ？あのね、青いポストって知ってる？郵便ポストにはね、赤いやつだけじゃなくて青いやつもあるんだ。そんなポスト本当にあるの？山崎くんのいつもの嘘なのでは。当然でしょ、山崎くんのもっともらしい話はいつも嘘なんだから。ねえ、ショーラン。重い。素敵ですわ、さくらちゃん。ともやのカードキャプターさくら活躍ビデオ日記スペシャル。それじゃあまた明日ね。本当にあったんだな。山崎くんも嘘ばかりじゃないのね。本当のお話だったんですね。疑ったりして悪いことしちゃったな。そういえば、山崎くんが青いポストの話をしてた時、目が開いてたわ。目？そうよ、いつも閉じっぱなしのあの目がバッチリ開いてたのよ。でも山崎くんの目が開いてるのなんて見たことないよ。私もですわ。いつも物にぶつからないか心配ですもの。本当に開いていたのか、メイリー。俺には分からなかったぞ。何か証拠はないかしら。目を開けて写っている写真とか。これ私のアルバムだけど。それよそれ、ありがとう木本さん。あ、何よこれ。いるの？ダメだわ、目が開いてない。でもやっぱりさくらちゃん可愛いですわ。あ、そうですわ。私、山崎くんが青いポストの話をしてましたとき、さくらちゃんをビデオで撮影してましたわ。山崎くんも映っていたと思うんですが。それよ！ポストって知ってる？郵便ポストにはね、赤いやつだけじゃなくて青いやつも。本当だ、目が開いてる。常に閉ざされている山崎くんの目が開いた。常に嘘ばっかりの山崎くんの話が本当だった。この二つのことは無関係じゃないわ。これで決まりね。何が？つまり山崎くんが目を開けて喋ることは本当のことなのよ。そうだったんだ。また嘘ばっかり言って。嘘じゃないよ、本当だよ。山崎くんだわ。外にいるの？急いで見に行きましょう。ってことは本当のことは。それで青いポストに何？青いポストにね、大好きな人への手紙を出すと両思いになれるんだ。両思いになれるんだ。ユキトさん、シャオラン、あの人。私ちょっと用事思い出しちゃった。俺も。私も。そこにね、なんと金色のクマが。もういいの。ファイト。痛いな。これで今日3回目だよ。お昼休みと、さっきと。でも山崎くんって足踏むと目が開くのね。不思議ね。なんか癖なんだ。しっかしさっきは驚いたね。本当に青いポストがあるなんて。誰かがペンキこぼしちゃったんじゃないの？いや俺だ。私も。私がさっき。いや俺だ。私も。さくらちゃん頑張って。